陸上自衛隊のイラク派遣が迫っていた頃だから、17年余り前になる。現地は緊迫している。どんな場面なら自衛隊員は自分の身を守るために銃を撃てるか。それが議論になった。内部資料という段階だったが、自衛隊の対処法を紙面で読んだ。襲撃者の発砲に加え、 武器を自衛隊員に向けて水平に構えた時点で相手を撃ってもいいとある。銃を水平に構えること。それは一線を越えること。国軍のクーデターが起きたミャンマーで国民の抗議デモが続く。時が経つほどに届く映像がやりきれなくなる。数日前は 片膝をつき、銃をゆっくりと水平に構える治安部隊の姿。最近の映像では、銃を水平に向け、小走りで乱射する光景。ぞっとする。銃口の先には、演者や友人がいるかもしれない。背けない命令だとしても、でも参加者を狙うという心の怯えが伝わってこない。 それも命を奪いかねない水平打ちで、日本の支援を呼びかけるデモ隊員に対し、現地大使館の丸山大使が返した一言に拍手が湧いたそうだ。私たちはミャンマー国民の声を無視しない。しかし昨日の国会で菅首相が口にしたのは、日本独自の役割を果たす。 独自の役割って何だろう曖昧な言葉は言っていないに等しい。十はノーともっと強く。